6600万年前、現在のユカタン半島の近くで、竜脚類の若い個体が川岸でトクサなどの草を食べていました。地球は熱帯の惑星でした。大小さまざまな恐竜が大地をかっ歩し、爬虫類や足の生えたアンモナイトが海を泳ぎ回っていました。しかし一瞬にして全てが変わります。直径12キロメートルの小惑星が秒速20キロメートルの速さで地球に向かっていました。あの竜脚類がいた場所に危険の前兆はなかったはずです。地球の大気圏をたった数秒で突き抜けた小惑星は海中にあるユカタンの大陸棚に衝突。衝撃により爆発が起こり、たちまち直径100キロメートルの穴が開き、堆積岩や結晶質岩が放出されます。数分以内に現代ではチクシュルーブと呼ばれる衝突クレーターが中心へと崩れ始めました。底の部分が地表から20キロメートル上空に跳ね上がった後、元の位置に落下して広がり、環状の山脈を形成しました。小惑星の衝突から放出されたエネルギーは核爆弾の数十億倍にも及ぶと推定されています。その力は断層が引き起こすどんな地震よりもはるかに大きい地震エネルギーを地球全体に伝えました。大規模な地滑りが起こります。そして新しく形成されたクレーターから高さ1500メートルの津波が押し寄せました。数えきれないほどの命が失われます。衝突の場所から1500キロ圏内の生命はすべて瞬時に焼き尽くされ、その直後には巨大な波、地滑り、ハリケーンが別の命を奪いました。一方で多くの生物が各地で生き残ります。ほぼ全ての恐竜をはじめとした多くの生物種を滅ぼしたのはこの後の出来事です。ここまでは地球の生命史上で最も壊滅的な時代の始まりに過ぎなかったのです。小惑星の衝突で二酸化炭素を大量に含む石灰岩と硫黄が飽和した堆積物が数百ギガトンも大気中に放出されました。硫黄は水蒸気と結合して硫酸塩エアロゾルを生成。石灰岩ダスト、スス、硫酸塩エアロゾルを含んだ噴煙は衝突があった場所から秒速数キロメートルの速さで広がり、数時間で地球を覆い尽くしました。日光が遮られたと考えられており、地球は長きにわたり暗闇に包まれ、多くの場所で気温が少なくとも25度下がりました。小惑星がもたらした衝撃は壊滅的でしたが、これが引き起こした急激な気候変動が恐竜による1億6500万年の支配を終わらせたようです。植物やプランクトンは急速に死滅し、世界中の食物網が崩壊しました。地球上の推定 75% の生命が絶滅。その中にほとんどの恐竜が含まれます。生き残った恐竜の仲間は小さな鳥類のみ。大災害を乗り切った植物の硬い種を食べていたのでしょう。絶滅の危機を切り抜けた生物がいた理由ははっきりしていません。昆虫のような小さな生物の多くが生き残りました。初期の哺乳類も穴を掘って冬眠できたために難を逃れたのでしょう。藻類のような光合成を行う生物のうち、光の少ない環境に耐えられる種も生き残りました。世界中に散らばった小惑星の痕跡とチクシュルーブクレーターの痕跡が破滅の時代を物語る何よりの証拠です。このような事態が再び起こる可能性はどれほどでしょう。宇宙計画では地球近傍小惑星の特定と追跡を続けています。幸いにも大きさと破壊力が同程度の衝突が今後1000年以内に発生する可能性は低く、100万分の7ほどの確率だそうです。しかし私たちは今本質の異なる急激な気候変動の影響を受けています。今回は人類による排出物が原因です。動物は歴史上かつてないほどの速さで絶滅し、人々はふるさとを追われています。恐竜とは違い、各国政府が現状維持に甘んじれば避けられない大規模な破壊を防ぐチャンスが私たちにはあるのです。
世界を救うためのツールと知識を得た私たちが次にすることとは、ed.ted.com/earthschool にアクセスして、私たちが進むべき道筋と変化を起こすために取り組める具体的な行動を確認しましょう。